こんにちは、むねむです。こんにちは、なつきです。はい。前半の続きの後半になります。なので今から50個答えていきたいと思います。はい。それでは、スタート。遅れ毛の巻き方のコツを教えてほしいです。前はね、くる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 巻いてたんだよ、コテで。けど短くなったっていうのもあるし、もみあげの部分とこうちょうどこうなるように。するためにちょっと工夫してるので、また動画で紹介させてください。はい。今願いが一つ叶うなら、私はコロナがなくなって家族とかと知り合い、なんていうの、友達とかと旅行とかいっぱいしたいですね。とにかく、じゃあ私もそれですね。今思いつかなかったんですけど、それ聞いたら確かに気になりましたね。なるよね。一番広い部屋はリビングです。ですね。リビングです。です、はい。目玉焼き何かける？ああ、マヨネーズと醤油。ハテナ打ちたくて打ったらルになっちゃうのってあるあるだよね。あるあるですね。私たち LINE してる時めっちゃ適当なんで、5時あっても全然そのままで打つんで、通じるので、あの仲いい友達とかも、もうそのまま通じるので、全然やっちゃうよね。そう、ビックリマークもレになるよね。うん、なる。ミミタンとネーネのおすすめのアイシャドウパレットはズバリ、私は1万円企画の時に買ったロムアンドのやつです。あとやっぱディオールのアイシャドウ。私はこれパンダね。パンのやつです。今ミミタンが着てる服はどこ？こちら 17kg さんです。みんなこの服、私があの TikTok 出したら夏っぽくて可愛いって言ってくれました。うん、可愛い。ちなみにネーネは？私はジェイダです。ミミ家の中で誰が一番頼りになる？パパじゃない？まあボーイ一人なんで。ボーイ一人なんで。お風呂上がりの一番目にしてること？体を拭いて服着た後ね。え、着た後？うん、ニキビなんか出てきたんで、なんか化粧水がダメなのかなって思って、もう顔をティッシュでこう水ついてるのを拭いて、水で顔を一回洗って、もう一回ティッシュで拭いて終わってます。それがほんと一番最初にやってる。へー。私はマジで喉が渇くので水をガブ飲みします。そうなんだ。なつきちゃん、編集進んでますか？編集進んでますか？もう終わったので、次のが来るのをちょっと今待ってるみたいな感じです。余裕があります。まあ土日なんでね、あの撮影もあるし、うん、そうだね。はい、進んでるっちゃ進んでますね。期限内にはちゃんとやってます。うん、夏休みプールとか海行く？プールは絶対行かないと思います。海は行きたい。海はマジ夜の海とか行きたい。なんか人がいない時とか。じゃ、マルプーちゃん来てから一緒に寝たことある？私たちはない。ないですね。あの2段ベッドってこともあるし、寝れないですよね普通に。でもいつか寝たいよね。二人とも本当本当に垢抜きまくってる。二人が今頑張ってる垢抜き方法は何ですか？私はまつげパリジェンヌしたっていうストーリーのしたら何ですかってめっちゃ聞かれたんですけど、そう、耳も知らなかったんですけど、マツパよりはなんかまつげにもいい成分が入ってるし、あのマツパは黒ん可愛いカールだけど、パリジェンヌは80度こうグインって上がるやつみたいな感じです。それを下まつげと上まつげをしてもらったんですけど、めっちゃいいです。うん、私は眉毛かまつげだよね。です。眉毛は綺麗だよ、めっちゃ眉毛。なつきちゃんはピアス自分で開けたの？伊藤ちゃんに開けてもらいました。はい。自分では無理です。はい、はい、平日だったので私がビデオ電話してみてました。はい、どっちの方が寝たら起きない？せーの、耳。これは確実。寝たら起こされたくないです。自分で起きるまで寝てたいです。はい、絶対起きないです。はい、はい、絵文字の履歴見たい、選ばれてほしいよーって。選べありました。こんな感じ。私はなんかブロッコリーとかあるとぶざけて送ってます。私はなんかでも普通だね。なんかさ、ダウン多くね？ここが多いね。なんか2人の身長差は12です。 12? うん、12です。12センチあります。でも小6の時30センチあったか。そんなったっけ？あったよね。もう顔一個分強かったもん。足の長さ一緒って言われるんですけど、耳めっちゃヒール履いてますからね。マジで。それはすごいすごいです。もうこのぐらい持ってたので、ね、腰の位置はもちろん違います。今一番垢抜けで大事だと思う男ってどこ？大事だと思う。髪型とかも結構大事だと思います。私は髪型とまつげです。ちょっと書いて、私今日は手抜きですいません。縦取りと横取りどっちが好き？自撮りってこと？自撮りもとか TikTok とか、まあ、YouTube 横ですね。 YouTube も横でありがたい。はい。なつきちゃんは髪切る
たいとか思ったりしない？逆に伸ばしたいです。なつきちゃん編集は難しいですか？最初はもうめちゃくちゃ難しかったです、うん、でもやっぱ今は何ヶ月だ2ヶ月ぐらい経ったのかな、やり始めて、うん、そのぐらい経ったのでちょっとずつ慣れてきてはいます。はいはい、頑張ってください。ありがとうございます。プリクラで必ずするポーズはせーのでやってみよう。せーの、小顔。小顔しかカタン。マルとプーのことどう思ってる？どう思ってる？尊い、可愛い、癒し、大好き大好き。一緒です。キャンメイクかセザンヌどっちが好き？うわ、これは難しい。前に描くやつ買ったんですよ。極細みたいな。セザンヌ？そう、セザンヌ。めっちゃ良かったです。でもキャンメイクも。キャンメイク。アレルギーなんかある？私は、汗とかかいた後に猫ちゃんとかに舐められると、赤くなっちゃう。痒くなっちゃいます。でも犬は全然大丈夫です、ワンちゃんは。うん、私微妙に金属、汗かいてる時にイヤーカフつけたりネックレスすると痒くなる。一時期ここ真っ赤の時あったよね、うん、体調によって変わります。あと花粉です。あ、いつも一緒に TikTok 撮る時誘うのはどっちなんですか？ほぼ私、うん、でも私が撮りたい音源とかあったら、うん、耳に言ったりとかこうやって適当に撮ってすぐ消す。そうそうそう。嫌いな食べ物は？あ、でも一番の印象でいいよ、ネギ系。あ、ネギ、ネギ、玉ねぎとかネギとかちょっと苦手です。なんかめっちゃくちゃふやかしてるのとか餃子とかに、うんうん、なんかそういうので入ってるのはいけるんですけど、もうドーンって出てるやつ、個体として出てる、うん、牛丼とかシャキシャキするやつね、ちょっと苦手です。はい、ファンレター送りたいけどいまいち送り方がわからない。これは私のインスタのハイライトのところに住所が載ってるので、まあ、それを手紙のとこに書いてもらってポストインしてくれればいただきますので、はい、よろしくお願いします。いつも皆さんありがとうございます。カラコンの色で茶、緑、グレーだったらどれが一番好き？茶。前は緑とかグレーとかつけてた。ナチュラルが一番いいってことにね、うん、分かったので、まあ、私ナチュラルではないんですけ ど、まあ、茶色、茶色好きです、はい、洋服は2人で着回してるの？着回すものもありますね。あります。基本耳が私の借りることが多いですね。そうですね。他の人が着てる服って着たくなるのよ。らしいですよ。だからめっちゃ借りますよ。めっちゃねんねんの借ります。はい。やっぱり王道のスクショタイム。スクショタイムの前にお互いに前髪くしでとかして。あ、ちゅ、あ、そういうこと？うん、ごめん、やっちゃった。うん、まあねんねん固めてるから。ありがとうございます。ありがとうございます。せーの、せーの。こっち。はい。お互いに欲しい顔のパーツは？輪郭。輪郭も顔パーツ？パーツなのかな、わかんない。なんで？パーツじゃなかったら目が欲しいです。なんで私鼻がいいの？あなた全然綺麗だと思うんだけど。え、鼻高い？本当言ってる？G のおもちゃまだある？私は持ってないです。あります。嬉しいです。東京リベンジャーズの漫画もう全部見た？見ました。え、見てないんだ。まだここにある分は。あー、あとちょっとだね。まだ見てない、この子たち。まあ学校あるしね。そうなんですよ。あと小説も読みたいのがあるので。あ、一番よくつけるアクセ。アクセは私これしかつけてないです。さっきも言ったママから。それ、はい、思いやカフ。あー、よく見るわ。ここにつけるだけで可愛くなる。誕生日プレゼントで。ありがとうございます。家族で一番面白いのは？せーの、パパです。です。みママさんに呼ばれた時ははいって言う、それとも無視？私はなれって言います。私もなれって言いますね。上から下って聞こえづらいんですよ、うん、だから本当に LINE で言ってほしい。私たちは返事してるのにママからは聞こえないから何回も言われて、それでもうなんかムカついてきちゃうんですよ。なれって言います。こっちは反応してるのにみたいな感じで、なれって言います。そう。みなみちゃん肌綺麗、肌色を直す方法とかは？私で肌綺麗じゃないです。近くで見たらちょっとやめてくださいって感じなんですけど、まあスキンケアは朝と夜毎日してて、あと最近は皮膚科の薬をまたちょっとだけ塗り始めてます。プリティリズム、オーロラドリームってしてたりする？もちろん知ってます。DS とかでもハマってて、今の年齢であの時代に戻りたいんです。大人になった方がさ、うん、ちょっと理解できるじゃん、内容が。わかるわかる。夏休みにルーティン動画撮ってほしい。撮りますね。はい、撮りましょう。撮りましょう。はい。化粧品は共有？この部屋に来たらこれ使うし、うん、あっちの部屋行ったらあれを使う。共
共有してるかなって感じです、うん、一番漏れる TikTok のフィルターとおすすめのカメラアプリは何ですか、そのスタンプも教えてください、欲張りでごめんなさい。いや知りたいよねこういうのって、うん、知りたい、でも私も知りたいもん。 TikTok は私は V10 が好きで、うん、あと V2 の薄くしたやつも最近好きだなって思います、うん、私は V10 とかあとノーマルも最近漏れるなって思います、うん、カメラアプリはインスタのもやっぱそうだ、ね、インスタのあれ一番漏れる、いくと、いや、いくとパックみたいな、あれはあのなんかハイライトとかに、うん、多分耳とかの上になんかあるんで、そこから抜いてください皆さん、はい、あとビューティープラスのうさぎちゃんのスタンプとかとっても漏れます。2人に質問です。ファッションに気を使ってることは、足が短く見えないよ、そうだね、足長効果は前やりしたいよね、したいからその辺を気使ってます。はい、なんでるいかちゃんはタータンって呼んでるの、採用されますように。最近は呼んでないけど、うん、るいたんって呼んでたんですよね、ちっちゃい時に、うん、それでるいかが自分がるいたんって言わなくてなんかタータンになったんですよね、うんうん、るいかが自分で、なのでみんなタータンタータンって言ってました。でも最近はちょっと恥ずかしいから、うん、そう、ちょっとるいかにしてって言われます。はい、どっちが最初に起きた、今日、私の方が遅い、遅い、昨日寝落ちしちゃって途中でお風呂入れないので、で夜中の2時にお風呂入ったんで、そっからちょっとまた寝れなくて寝坊しました、マジで今日。私は何もしてないのに寝坊しましたいつもはネーが先に起きます。はい、2人で TikTok 撮るときどっちが音源決めてるの、これも基本耳かなですね。でもネーネも撮りたいものがあったら言ってくるし、うん、たまにママもこれやってって言ってくることがある。お互いの尊敬しているところ、ちょっと心が広いところ、まあ、って許してくれるところです。私はそういうの許せないタイプなので。はい。努力か。おお、ありがとうございます。努力かなところかな。負けず嫌いとか。それは、頑張るところ、はい、かな。ありがとうございます。はい。ストパって二人ともしてる？ストレートパパ。ストレートパパしてない。髪質改善。あ、髪質か、そう、めっちゃ。聞こえるさ、髪質改善めっちゃ前にやっただけだよね。そう、めっちゃ前に 2,3 回やっただけでもう続けてないんですよ、うん、というか最近耳やりました。もともとなんかまっすぐらしいんですけど、私はちょっと寝てるって思っちゃったので弱いのをかけてもらいました。ちょっとストレートになるみたいな、竹毛、うん、より弱いやつをやりたい方は髪質改善みたいな、あと髪も綺麗になるしみたいな。そうですね、前に垢抜けた方法の動画の中で言ってた前髪の生え際を奥にするのってどうやってやったのか教えてほしいです。説明が難しいんですけど、今ここに生えてるじゃん、ここから、うん、ここから生えてるじゃん、うん、これを上からちょっとこんな感じで長い毛を取ってくるんですよね、こうやって。当然長いのが出てくるじゃないですか、こうやって、でこう切ってこれをもう前髪にしちゃう。そうするとここが奥になる、自然と奥になるので、もう本当に単純です。よく思いついたなって思いました、私も。はい、これでハゲ解消できました。最後、学校 お仕事で忘れ物する。中学校の頃は全然してました、うん、そうだね。お仕事だと、まあ、気をつけてはいるんですけど、荷物が多い時に何か忘れちゃったりとかして、向こうで補って、最近はもうほぼ家だしないですね、うん、です。ということで終了、ありがとうございました。ありがとうございました。毎回ちょっと100質は長くなっちゃうか、うん、なっちゃうんですけど、最後まで見てくれてありがとうございました。そしてたくさんの質問ありがとうございました。それではバイバイ。バイバイ。バイバイ。やら、はいはい、バイバイ。